生放送ってとっても楽しいですよね。本当に無限の可能性を秘めているのではないかなと。雑談形式の生放送に加えてゲーム実況の設定方法なんかも、仮に配信プレビューを行うと、もう取り込まれていることがお分かりいただけるかと思います。ここのね、コメントを取り込むことはできております。はい、皆さんこんばんは。りょんくんチャンネルへようこそ。お分かりいただけましたか？だいたいこんな感じ。このコメント欄をオーバーレイ表示させます。それがギュインオーバーレイと呼ばれているね、あの冒頭でも説明しましたけれども、ギュインオーバーレイの、状態を作り出したいと思います。はい。でそのやり方なんですけれども、私のこの今ご覧いただいている動画の概要欄にリンクを2つ貼っておきます。でリンク1とリンク2貼っておくので、まずリンク1から飛んでもらって、そこで Chrome の拡張機能入れてください。でリンク2でさらにもう1個拡張機能入れてもらうと、ここにねストリームチャットというものがあります。でこれをクリックしてもらうと、こういうコメント欄が出てくるんですよ。ここの右下のコンフィグっていうボタンを押すと、コメント欄の配色をね自由に選べるわけですよ。で私の場合はこんな設定に、今この設定にした状態がこの画面でございます。でこの画面を OBS で、取り込むわけでございます。ソース追加で、もちろん OBS は配信を開始してようがしてまいが、いじれるんですよ、設定を。そこがまた素晴らしい。ね、あの、ウィンドウキャプチャー。ユインオーバーレイ。このストリームチャットね。ストリームチャット、特定領域、余分な部分をカットして、はい、OK を押します。そうすると、こうなりますよね。こうなりますよね。で、こっちのコメントもいらないので消します。で、さらに、このさっきの追加したギュインオーバーレイのプロパティ、もう一回選んでもらって、ここにカラーキーというのがあります。で、カラーキーを使用、選択、で、この緑を選ぶわけですよ。はい。そうすると、大体消えますよね。大体消えるんですよ。ただ、完全にあの緑の部分消しきれないので、この類似性とブレンドっていうのは、私の場合は50-50 にしてます。50-50にすることによって大体いい感じになりますよね。大体いい感じにできます。これがあのギュインさんと最近の私の、生放送で、使わせていただいているギュインオーバーレイという技術でございます。はい、ギュインさん荒ぶってますけれども、はい、これに加えて今日はゲーム実況をするときにはどういう設定を行えばいいのかというのをね、さらに説明していきます。はい、じゃあまずウェブカメラを取り込みたいと思います。先ほどと同じくビデオデバイスですね、ウェブカメラ作っていただいて、私のウェブカメラはロジクール C920 シリーズでございます。はい、はい、来た。はい、これでウェブカメラの映像を取り込めましたよね。ちょっとコメントとかは消えてしまったんですけれども、新編集を押します。そしていい感じの大きさにしておきます。はい、それでこの私があのクソでかく映ってる画面はゲーム実況では必要ないですよね。必要ないんですけど、使うデバイスはモンスター XU3.0R で変わらないので、このままカメラをぶっ刺してるHDMI ケーブルを抜きます。はい、よいしょ。はい、今プレイステーション4の電源を入れている最中でございます。はい、来るね、来る、来た来た来たね。はい、これがオープンブロードキャスターソフトウェアの利点でもあります。はい、あの HDMI キャプチャーデバイスのHDMI ケーブルをぶっこ抜いても続けることができるんですよ。続けることができるんです。はい、ちょっと音が聞こえないね。音が聞こえないので、この HDMI キャプチャープロパティのデバイスサウンド使用 OK 押すと、
こえない夫が聞こえない夫が聞こえない、あ、わかった、ちょっと設定をミスってる、これだ、来た、これで私も聞こえる。そう、今の設定をしないといけないんですね。もう一回いきますね。プロパティのサウンドでサウンドをスピーカーへ出力するというところを選んで OK 押すと、プレイステーション4の音も聞こえます。はいはい、こういうことですよ。やべ、147人も来ちゃってるのやばいな。ということで、ゲーム配信するときはこんな感じですよ。で、あとは先ほどみたいに私をでっかく映してコメントオーバーレイするっていう場合の音量の設定と、こうやってゲームをね、ゲームを実況するときの音量の設定っていうのは、違うはずなんですよ。で、そこだけ、気をつけていただければうまく配信できるんじゃないかなと思います。はい、あ、ブラッドボーンはやっぱり白地が映えますね。ブラッドボーンは白地が映えますね。うん、こんな感じで生放送することもできるということでございますよ。はいね、こういうちょっとダークなゲームだったらいいんじゃないかな、いいんじゃないかなっていう気はしますよね。はい、やりたいことを終わっちゃいましたね。はい、もうこれで皆さん、オープンブロードキャスターソフトウェアで、YouTube ライブをねどうやればいいのかっていうのが完璧にお分かりいただけたんじゃないかなと思います。はい、ということで、こういう感じで高クオリティな生放送をねやるクリエイターが増えることを私は切に願っております。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。